どうも、特命劇団です。イエーイ。2時間に及ぶ交渉の末という作品を、5月29日から6月2日にかけてシアトリカル大手院で上演いたします。こちらはですね、交渉をテーマに、演劇を作っておりまして、7つのオムニバスみたいな形になってるんですけれども、空気清浄機を安く買いたい客と、高く売りたい店員、地球を滅亡させたい宇宙人と守りたい地球人、自殺したい人とそれを止めたい人、別れたい彼氏と彼女、劇団辞めたいやつと辞めさせたくないやつ、あとヒーローでいうそのレッド、怪人を殺しに行きたいパープルとそれをやめてほしいレッドみたいな、そういうさまざまな交渉の現場をこう矢継ぎ早にどんどん繰り出していくという、そして最後はまあ一つになってお話がこうまとまるというね、とても素晴らしい作品になっております。ぜひ、特命劇団でした。イエーイ。